帰宅部。I have to go back here. Okay. Right, what are they?こんにちは。僕は錬金術の研究者ティマイアス。モンドへようこそ。錬金術は古代からの技術で、今でもわからないことが多い。そしてその法則はミステリアスで、僕たちが知る創造物体の原理とは全く違う。この技術を使いこなすことができれば、きっと素晴らしいものが作り出せるはずだ。Zach Tyler, thanks for the follow. あれは錬金術用の台？そうだよ。あ、そうだ。錬金術を試してみないか？大丈夫。For example, I don't know, what should we... ん？不思議だ。今僕たちが使ってる錬金術は、まだ先人たちが残した方法を真似してるだけに過ぎない。風の翼を使うのに、その作り方まで知る必要はないだろう。ただいつもやっとその原理を理解。正直に言うと僕にもわからないよ。僕もまだいろんな配合を研究してるんだ。冒険してる途中で古代文明が残した錬金術に関する記録を発見することがあると思う。冒険ランクが上がれば理解できる配合も増えていくはず。どういたし、また会おう。ほほう。いらっしゃいませ。何かお探し。星と深淵を目指。Troublesome work, where is it? Oh, it's right there. At least on the library? Okay. There's books everywhere.For lore, yeah, might as well just pick him up, right? Where is Lisa? Trying to find Lisa, but I don't know where she is. Oh, there she is.
It's pretty fun. I mean, for a free game, it's really, really good. あなただったのね。可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。仁以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら？ それとも単に私に。I just want to see you. 人を喜ばせるのが上手ね。少し予想外だったわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってない？おすすめの本？残念だけど、私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから、貸し出しできないのよ。急に不穏な雰囲気が。な、そうだ。テイバット観光ガイドはどうかしら。 Yeah, I mean, it's in the game. 旅人のあなたならきっと役に立つと思うよ。なあ、実用的な本だな。借りてみてもいいか？仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。うん、腹が立つ。ぎゅ、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身のためだ。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。So basically, we're just gonna get some books back. すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょう。あら、そう思ってくれているの？ま、悪くないわね。あなたみたいなお年頃なら少なからずそんな幻想を抱くものよね。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね、この方に選んでもらってはどうでしょう。え、旅人が選ぶのか？お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。 Choose a gift for Lisa? With these question marks. お一つお選びください。 Oh, I can't get it. Okay. これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。少しボロボロだけど中身は、あ、少なくとも千年の歴史があります。私には理解できません。あら、これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない？こんなところにあるなんて。これでいいのか？選んだ。お一つお選び。これは柔らかくゆったりとした履き心地がポイントの商品です。特に女の子、いや
女性の可愛さをより引き立てることができます。似たようなかぼちゃパンツを履いたお人形が多いので、かぼちゃパンツ、こんな子供っぽいものを履いていたら笑われてしまう。これでいいのか。なあ、お一つお選び。かぼちゃパンツを履いた人形というのはこれのことです。可愛いですよね。まあちょっと怖いけど。ブードゥー人形、これでいいのか。お一つお選び。え、私ならどうするか。リサさんは学者としてのオーラがありますからね。そういえば歴史の研究に興味があると聞いたことがあります。お一つお選びください。Rusty, これは新たに入荷したものです。3人の冒険者が遺跡から持ち帰ってきたんですよ。歴史の重厚さを感じるでしょう。変わったセンスね。私にプレゼントするなら、あなたを守る剣になるという言葉の方が頼もしかったかしら。これでいいのか。え、 Should I get the rusty sword or no? I don't know actually. お一つお選び。 Is that rusty sword some kind of like rare item by any chance? I don't think it matters, huh? Oh, I should get the sword?I mean, aren't the ragged old scrolls historical too? I'm not sure the scrolls. She looked interested, so. さすが可愛子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。あら、そろそろ時間ね。では、マージョリーさん、バネッサの物語を。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が過ぎていたんですか。実はずっと持ち歩いているんです。リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。はい、わかりました、リサさん。オハイオ。では次の本を探しましょうか。ですか。3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ、面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌い。早く注文しましょう、かわいこちゃん。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたい。これでいいのか。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに。これでいいのか。たまにここでアフタヌーンティーを楽しむリサスタイルをキープできる人こそ淑女ですから。Something vegetarian. 今日のおすすめは、
野菜スープね。素材の品質、このこだわりは薬剤学に通ずるものがあるの。昔のま、これでいいのか？注文はできたかしら？あら、センスがいいわね。野菜スープには魔女のロマンが詰まっているわ。体の中のゲ、ぷはー、そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。Oh, Sarah. I knew it. Sarah has a book. 他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとは、イノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはあります？本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が半。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。 There's so many spots I have to go to. ここで最後よ。この二人、あ、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。普通花屋さんにタンポポは置か、そういえばこれでいいのか？ No. リサさんへのプレゼントですか？リサさんへのプレゼントです。無評花な、本当に。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？リサさんへのプレゼン、え、私の意見ですか？ あまりセンスに自信がないので。あ、でも一つだけ気づいたことがあります。リサさんへのプレゼントで、 So, Rose. このバラは店長は、これでいいの？いろいろと考えてくれたのね。それともバラの魔女という名前を聞いたことがあったのかしら。モンドに戻ったらもう新鮮なバラを見る機会はないと思っていたけど、これはいい兆しになるかもしれない。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。白の姫と6人の小人は覚えているかしら？それは、その、どうしよう、本をなくしてしまったんです。この前そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのならドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り一冊の本もなくさせはしない。全ての本には特別な元素表記をつけて。Aether, thank you for the raid. Sorry I didn't notice it earlier. もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり？いつもはだらけてるけど。かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？ああ、わかったぞ。
元素資格で手がかりを探してみよう。ああ、オッケー。今夜は。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど、禁書エリアの本でもないのに。盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいい。かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛子ちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。Okay. モンドへようこそ。少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びている。追跡を続けましょう。いないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。Lisa or Jean? Lisa. I think Lisa is way better than Jean. Or, I mean, just looks and character wise.Asking a real question here. What's up? I prefer the Ara Aras. I don't prefer the Saber faces, unfortunately. この近くにあるはずよ。元素資格なら魔力の流れをたどって本を探しましょう。
逃がさないわよ。しびっていった。犯人は遺跡に住んでるのか？モンドの住人には変わった趣味のやつがいるんだな。モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。本を盗むなんてヒルチャールらしくないわ。盗んだとしても巻き代わりにしか使わないでしょ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の魔力と似ているわ。封印？どう解けばいいんだ？この程度の元素力で私を止めようなんて、私も舐められたものね。うえ。How do you download this? Go to their official website. Go to the Genshin. Either if you're going to do it on mobile, go to the app store. If you're going to download on PC, go to like their official website. And then if you're going to download on PS4, PlayStation Store. Yeah, the female MC is voiced by Yuki Aoi. Yeah, this game is multiplayer. You have to reach a specific rank in order to unlock it, though.
がさないわよ。Oh shit. Oh, wait, what? Oh, I picked the wrong one. Oh. Just a bit of a little bit of a little bit これは、おっ、は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 っ、任せてください。やっ、This is hard.
Fuck. Slime. There you go. Omaetachi. Doushite koko ni? Did the voice of Ikemen. Chanto. Kakurete ita no ni. Anata tachi ga doko ni kakurete iyo to kyoumi nai wa. Hon wo kaeshite morau wa yo.アジトに隠れて封印までする暇があるのに貸し出し手続きをする時間もなかったの人の仕事に対する敬意がないわねあの本15ためかモンドにもあの秘密を理解する人間がいたとは貴様は誰だ図書館の司書よまだ質問はあるかしら本を返してちょうだいこれが最後の警告よ正体を隠すとはならばなおさら本は返せないあの秘密に関わるものだからなほう貴様何をする気だこの元素力まさかで人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね仕事って本当に面倒よねさて本を探しましょうこの近くにあるはずよ。ねえ、リサ、ベストガール。白の姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。出ない。出ないと、なんだ?あれ以上すごい罰があるのか?でないと私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな。普通におとぎ話の絵本だ。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。ほほ、身代わり。信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。 Yes, please let me。 今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。本の保管手続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば
何か忘れてるような欲張りさんね。あそこの棚にあるのテイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから正式な所蔵品ではないの。はあ、好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣るための餌だったのか城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは少しばかり予想外だったけど、巻き込んでしまったお詫びにこの記念品もあげるわ。わあ、リサさんわざわざ用意してくれてたのか。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。期待しといて。This is cute. And oh, okay, so we can't do another Lisa quest until rank 26. So many ranks, man.